はい、こんにちは、サラベです。今日はですね、ヌンチャク動画ということでですね、レクチャー動画第2章ということで上げていきたいと思います。前回のですね、ヌンチャクの、技ということでですね、こちらの後ろ回しの持ち替えですね、こちらの動画を上げさせていただきました。で、これ後ろですね、この後ろにもう一回ひねりを、回転を入れてのこの持ち替えですね、こちらになりますね。で、今日はですね、前回はこの後ろ回し、後ろ回しでしたが、今日は前回しですね。この前回しの持ち替えをレクチャーしていきたいと思います。で、前回しの持ち替えはどちらかというと、後ろよりも簡単かもしれないですね。まあ、このような感じなんですけども、こんな感じなんですけど、こんな感じですね。もう前回しの持ち替えですね。まあ、こんな感じでございます。で、こちらはですね、まあ感じとしては外に抜きますね。まあこんな感じで抜くんですけども、抜いた時にこの力が死ぬんですね、ここで。で、ここの根元を左の持ち替える手で持ってあげるんですね。持ってあげるんです、こうこんな感じでね。で、ここで持ち替える、ここで持ち替えるんですね。こんな感じですね。で、これ回転を入れないと、もう、こんな感じですね。こんな感じで持ち替える感じですね。こんな感じですね。まあ、回転を入れないと、なんか、そんなに、ヌンチャクやってる感は出ないですけどね。ここに回転を入れてあげることで、こう、やってる感がですね、出る感じですね。こんな感じですね。で、このこっからのですね、前回しの取り手を反対にするとですね、まあこんな感じで手が反対に取れるんですよね。こういったのもバリエーションのですね、一つになると思うんで、まあこんな感じで持ち替えていただいてからの、ちょっと今反対になっちゃったですね。持ち替えてからの反対取りで、まあこんな感じで、まあ戻してみたいな形で、この反対取りですね、まあそういった形でございますね。こっちですね。これは前回しの持ち替えは後ろ回しよりですね、まあ比較的簡単だと思うんで、まあすぐ覚えられるのかなと思います。あとですね、こちらの注意点としては、必ず外側ですね、外側に抜かないと、このまま抜いちゃうと、下手するとバコーンとこう後頭部にこれが当たりますので、まあこれは新聞紙のヌンチャクですから当たってもそんなに痛くないですけどね、木のヌンチャクなんかでやってると結構相当痛いですから、この抜きは斜め外ですね、斜め外、まあこんな感じですね、こんな感じですね。外に、外に、外に、外に回転を入れて、こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じでございますね。そういったことでですね、本日はヌンチャクの前回しの持ち替えですね、こちらの動画をお届けいたしました。またですね、私にご質問とございましたらね、何でも結構でございます。お気軽にコメントをいただきましたら、一生懸命回答していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。